はい、こんにちは。ハートメンタルケアの田中です。今年に入って、非常に自殺者というのが増えています。今日もですね、竹内優子さんが自殺したというニュースが、報道されておりましたが、今年に入ってからですね、5月にはプロレスラーの木村花さん、そして7月には三浦春馬さん、そして今月に入って芦名誠さん、そして藤木隆さん、そして、竹内優子さんと、本当にね、こういう痛ましい自殺というニュースが、入ってきてしまってますね。で、本当にね、今生きづらい日本に、なっているというのは確かなことだと思います。厚生労働省の調査によってもこれはもう本当に明らかになっているところなんですが、死因の第1位が、15歳から19歳、死因の第1位が自殺です。20歳から29歳の死因が第1位が自殺、30歳から34歳の死因第1位が自殺、35歳から39歳まで、これも死因の原因が第1位が自殺になってます。で、40歳からはがんが第1位というふうにね、それ以上の年を取っていくとがんが1位になってくるわけなんですけれども、先進国ってですね、これだけ自殺が多いっていうのは本当にこれはですね、珍しいというか、日本が本当に特殊な国なんだなという感じを受けております。もちろんね、精神状態がもう抑うつ状態になってね、お先真っ暗と、絶望感しかないという状態になってしまうと、本当にこう自殺、自分の命を投げ出してしまうということに、走りがちになってしまうんですけれども、まずはですね、やれること、変われることっていうのはね、いくらでもあります。そういう選択をする前にですね、まずは他の道もあるんだと、それを解決していける道があるんだということを、思い返して、今一度ね、思い返してもらいたいなというふうに思います。で、必ずね、出口、今苦しい状態から出口っていうのは必ず見つかっていきますのでね、すぐにそういう自分の命を投げ出してしまおう、逃げ出したくなる気持ちっていうのは非常によくわかるんですけれども、ただ今のその状態がね、もう全てではないので、必ず変化して変わっていく可能性っていうのはね、十分あるわけなので、そういう選択をする前に、まずはね、もう一度よく考えてもらいたいというふうに思います。そしてね、自分だけで考えてても解決しない時には、私どものような心のメンタルの専門家ですとかね、お友達、病院でもいいですし、そういったところに行って、まずは相談してみてください。解決できる可能性というのはね、必ずありますので、そういう痛ましい、ね、ニュースが、これ以上多くならないように、今はね、コロナ禍で、コロナのせいでね、仕事を失って経済的にもね、非常に苦しくなっているという方も増えているようです。そうすると本当にね、経済、が回らなくなってくると、自殺者もこう増えてくるというふうに言われております。ですがね、お金がね、ないというのは本当に大変なことではあるんですけれども、ただ、それだけでね、死んでしまうということを選択するよりはね、何かしらどうにかできる可能性というのは十分あるので、まずはね、自分の頭で考えられなくても他の人に相談してみればね、他の方法というのは考えられるものなので、まずはね、一旦、踏みとどまって、いろいろな周りの人たちをね、頼ってみると何かいい方法が見つかるはずですのでね、うちの方でも無料相談というのを行っておりますので、まずはですね、まず精神状態をしっかりと整えるということを考えてください。そうすることによってね、そういった選択をするということがなくなってくると思います。まずは相談して、周りの人たちに相談してみるということをやってみてくださいね。はい、それでは失礼します。